しばらく寝てろ。いらっしゃいませ。ありがとうございました。何見てる。殺す。目障り。時間食っちまった。
何見てる。やめろ。ったく時間食っちまった。 時間食っちまった。 Get ready. Checkpoint.
get ready. Checkpoint. Get ready. Checkpoint. We'll be right back.
Get ready. Checkpoint. Get ready.
ませ。ようこそセガへ。この店では懐かしのアーケードゲームがプレイできます。
Bye.
しばらく寝てろ。いらっしゃいませ。ありがとうございました。いらっしゃいませ。ライズアップへ入会しようと思ってな。頼ん。おお、ありがとうございます。それでご入会ありがとうございます。改めまして、担当トレーナーとなるマクタです。ああ、これからよろしく頼む。はっはっは、お任せください。こう、キリュウさんの体もキレッキレの体にしてみせますよ。よろしく頼む。ではトレーニングについてご説明させていただきますね。まずトレーニングを行いたいときは、ライザップにいる私に話しかけてください。その後、行いたいトレーニングを選んで実際に体を鍛えていただきます。あ、ちなみに一度につき2種類のトレーニングを行っていただきます。わかった。トレーニングを始めるときはあんたに話しかけるんだな。はい、
そしてトレーニング後は食事アドバイスがあるんですが、まあ一度に説明しても覚えるのが大変でしょうし、そちらは後ほどご説明させていただきますね。さ、それではトレーニングを始めましょう。キリュウさん、早速トレーニングされて。ああ、頼む。では、トレーニングルームへ。それではキリュウさん、どのトレーニングを行いますか？こいつを頼む。かしこまりました。それでは準備いたしますね。頑張っていきましょう。この調子です。うん。グッド。オーケーです。では、キリュウさん、次はどのトレーニングを行いますか？これを頼む。かしこまりました。それでは準備。さあ、始めますよ。ブリリアント。その調子です。素晴らしい。ナイス。ブリリアン。いいですね。集中して。その調子です。お疲れ様でした。これにて本日のトレーニングは終了です。それではいい感じの。さて、次は食事アドバイス。キリュウさんは今の自分に最、そして食事のそちらをもとに。その食事が正しいか自分で考えるのか。もっとあれを食えこれを食えと今日それも指導方法としてはありでしょう。ですがある程度ご自身で考えるようにならないとライズアップ後にリバウンドする可能性もあります。自分で正しい食事を選べる力を育て。お前意外とちゃんとしてるんだな。はははっ、言ったでしょう。こう見えてもさ、とはいえ最初は何を食べていいか皆目見当もつかないと思います。ですので私からヒントを出しますので、それを参考に正しい目分かった、やってみよう。食事に関しては登録時に押し、さてそれではお食事の時間です。今回おすすめのメニューですが、わかった。それではキリュウさん、頑張ってくださいね。
しばらく寝てろ。時間食っちまった。しばらく寝てろ。
初乗り料金730円になります。かしこまりました。それでは出発いたします。いらっしゃいませ。ありがとうございました。取らせやがって。
すみません、まだ準備中で。あれ、もしかして桐生さん。久しぶりだな、マスター。本当にお久しぶりです、桐生さん。一杯ご馳走させていただきますよ。マスター、ありがとう。でも今日は急ぎで聞きたいことがあってな。聞きたいこと、何ですか？スカイファイナンスの秋山って知ってるか？ええ、秋山さんですよね。もちろん知ってます。あいつと連絡が取れないんだ、マスター。ここさ、そういえば秋山さん最近見なくなりましたね。昔はこの辺りをよく散歩してましたけど。そうか。ただ秋山さん、噂じゃアジア街の連中と揉めてたらしいんです。その噂を聞いてからすっかり見かけなくなって。そうか、わかった。ありがとう。はるかをこの辺りで見かけなかったか？あれ、はるかちゃんですか？ご一緒じゃないんですか？ああ、ちょっと訳があったな。今はるかがどこにいるか探してるんだ。あ、そうですか。残念ながらわかりませんね。でも何か情報をつかんだらご連絡します。すまないな。初乗り料金730円になります。どちらまで行かれますか？かしこまりました。それでは出発いたします。Yeah.
時間食っちまった。時間食っちまった。時間食っちまった。なんだおっさん。
ここまで乗り込んできたあなた方の勇気は認めます。でも東上界のヤクザがアジア街で偉そうな態度は良くない。エドさん、信用できねえのは分かるが、今日は戦争しに来たわけじゃねえ。あんたがそっちのボスに直接口を聞ける幹部だと見込んでよ。俺らも命がけで話し合いに来た。話し合いならその懐の銃は必要ないのでは。ここはあんたら中国マフィアの本拠地だからな。あくまで護身用だ。お互いにフェアで行こうや。あなた方東上界の言い分は聞かなくても分かっています。我々マフィアにアジア界で閉じこもっているとでも言うのでしょう。ああ、その代わり今度こそアジア街はあんたらの島だと認める。ボスにはこう伝えてくれ。今後アジア街以外の場所で中国人マフィアが姿を見せたら、うちは容赦なくやらせてもらうとな。ふん。それじゃあ今までは手加減をしてくれていたのですか。ああ、そういうことだ。うちのボスの返事はもう私に託されています。ただ私は日本語下手なのでうまく伝わるか心配でね。まさか、うちの若いもんよりよっぽどうまい日本語だ。そうですか。でもやはりあなたの口からそちらのボスへこれから起きることをそのままお伝えください。ああ、おい、何する気だ。撃つ気ならさっさと撃たないとね。これが最妖怪ボスからの答えです。中国人が二人もやりやがって、殺してやる。あいつらが中国マフィアってわけか。お前何見てる。いや別に。気に食わない顔だ。ずいぶん手が早いな。俺が何したってんだ。話せ。
誰だ。お前。ちょうどいい。あんたらに聞きたいことがあるんだよな。何？秋山って男を知らねえか。スカイファイナンスってマチキンをやってた。あんたらに狙われたって話を聞いてる。秋山なんて男は知らん。本当か？喂，这里已经没事了，咱们走吧。間違いねえ。ありゃ、四代目だ。堂島の竜が帰ってきたのか。おい、行くぞ。本家に知らせに行く。